体喜ぶチャンネル、こんにちは、管理栄養士の丸尾です。今回は僕が脱ガリガリしたお話をしたいと思います。僕ですね、昔から本当に痩せてて、もう子供の頃からずっとコンプレックスだったんですけど、本当にガリンガリンだったんですよ。その BMI っていう体格を表す指標があるんですけど、これが 18.5 を切ると痩せになるんですね。僕それがもう18になったこともないぐらいですね、ずっと痩せてて、もう本当に息吸い込むとこうあばら骨が浮き出たりだとか、なんか親にももうなんかあんた食べさせてへん子みたいなとかってよく言われてました。もうね、食べても食べても太らないんですよ、太れないんですよ。高校生の時にこうやっぱり思春期でモテたくて筋トレとかしてプロテインまで飲んだんですけど、それでも全然ダメで筋肉すらつかないんですよ。もうそんなわけでですね、大人になってももう諦めてたんですね。これはもう体質だと、自分のこの体型しょうがないと思ってました。でも3年前に一念発起しまして、やっぱり健康を生業としている人がガリガリだとなんか説得力ないっていうか不健康そうに見えると思ったんです。それでもう本気出して体型変えようと思ってやりました。でその結果ですね、見事ガリガリを脱することができたんですね。体型を変えようと思った時は BMI が 17.7 で完全に痩せだったんですけど、その後最大 BMI 20まで行きました。標準体重に乗せることができたんです。そしてこれが大事なんですけど、決して僕は脂肪を増やして太ったわけではなくて、体脂肪率は一桁台をキープしてたんです。つまり筋肉を増やして体重を増やすことができたんですね。今日はかつての僕と同じように太れなくて困ってるとか、筋肉を増やしたいんだけども全然増えない方のお役に立てればと思ってこの動画を撮ることにしました。そんなわけで僕が筋肉を増やすためにやったことを今日はお話ししたいと思います。まず最初にやったことがミネラルファスティングです。このミネラルファスティングというのはただのファスティングではなくて、ちょっとこう特殊なファスティングになるんですけど、まあ、ざっくり言うとちゃんと栄養素を取りながらファスティングを行うんですね。でなんで断食することが筋肉増えることにつながるんだよって思うかもわからないんですが、実はファスティングをすると筋肉は格段につきやすくなります。これはファスティングをすることで成長ホルモンという方のものの分泌が促進されるんですね。それによって筋肉がつきやすくなります。この成長ホルモンというのは筋肉の合成を促すような働きがありますので、ファスティングしてから筋トレをすると普通に筋トレをするよりも何倍もですね、効率よく筋肉をつけることが可能になります。実際ですね、僕1年発起してから1ヶ月間で 1.9 キロ筋肉を増やすことに成功したんですけれども、これはトレーナーの知り合いの方に聞いたところ驚異的な増加だそうです。普通は1ヶ月でこんなに増えないんですって。常識では考えられないようなペースで筋肉がついたというのはこのミネラルファスティングのおかげだと思います。あとはミネラルファスティングをすると体質も腸内環境も変わりますので、多分前はその食べてもちゃんと栄養を吸収できていなかった可能性もありますね。それがファスティングをすることによってちゃんと食べたものが吸収できる体質になった、こういった体質改善の効果も大きかったんじゃないかなと思います。そんなわけでまずはミネラルファスティングで準備をしまして、次にやったことはジムに通いました。人生で初めてですね、ジムを契約して近くにあった24時間オープンのジムなんですけれども、特にパーソナルトレーナーとかはつけずに自分で自己流でトレーニングしました。だいたい2日に1回ぐらいは多い時で通ってましたね。筋トレをするにあたって筋トレの方法をまず調べたんです。でいろいろ調べたところ、東京大学の教授の先生で石井先生という方がいらっしゃるんですね。僕一度石井先生の勉強会、講演会も参加したことがあるんですけど、この石井先生はなんとご自身がボディービルダーなんですよ。もうそれもなんかもう世界的に成績を残されている超すごいボディービルダーの方なんですけど、つまり自分で筋肉について研究しながら自分の体も鍛え上げて、でボディービルダーになっちゃったっていう、もうすごい方なんですよ。でこの方が推奨されているスロトレという方法がありまして、スロトレつまりスロートレーニングですね。少ない負荷でゆっくりと時間をかけてトレーニングをすると、まあ、詳しくはちょっとこう調べていただきたいんですけど、そういう特殊な方法がありまして、これをやりました。これが非常に効率的にまた筋肉をつけやすくする方法なんですね。そういった形で事前に下調べをして、効率のいいトレーニング方法でジムに通って筋トレをしました。そして最後にしたことがプロテインを取ったことです。
やっぱり筋トレをしてもその筋肉の材料になるタンパク質、これを取らないといけませんので、食事以外でもプロテインでこのタンパク質を補給しました。で、一般的には筋トレの後のプロテインっていうのはホエイタンパク質とか、そういった要は牛乳とかのタンパク質ですね、動物性のタンパク質がいいとされているんですけれども、僕これは取りたくなかったんですよ。ちょっとこの理由を話し出すと長くなるのでまた別の動画でお話をしたいんですが、僕は代わりにですね、こういう、ヘンププロテインというもの、こちらのプロテインを使いました。このヘンププロテインっていうのは動物性ではなく植物性のプロテインです。ヘンプというのは麻という植物、それを粉にしただけのプロテインで、添加物とかも一切入ってない、すごいこれプロテインなんですけど、その筋肉をつけるためにはタンパク質だけじゃダメなんですよ。その取ったタンパク質をちゃんと筋肉に合成する、そういった栄養素も必要なんですね。で、これの栄養価がまあすごくてですね、ちょっとこれについて語り始めるとすごく長くなってしまうので、またこのヘンプについても動画上げたいと思うんですけど、このヘンププロテインをですね、筋トレの後に、豆乳で溶いて、で少し蜂蜜を入れて飲んでました。こちらは僕がやってるネットショップでも取り扱いがございますので、興味ある方は詳細欄を見てみてください。まあ、そんなわけで筋トレもしつつ、ちゃんと栄養もサプリメントとして補給をしていました。このようにまずミネラルファスティングでしっかり体質を整えて準備をしてから、筋トレを効率的な方法で行って、そしてその筋トレの成果を出すために栄養素を補給すると、このトライアングルですね、これを僕は1ヶ月間集中してやりました。そうしたところ、冒頭でお話ししたように1ヶ月で2キロ近くも筋肉を増やすことに成功したんですね。その後もトレーニングを続けまして、今ではまあこういったような体型になっています。まあ、まだまだマッチョとは言えないかもしれませんが、僕は別にマッチョを目指しているわけではなくて、まあ細ちょいマッチョくらいがいいかなと思ってますので、まあ、今後はこの体型をキープしていけるように頑張りたいと思っています。ということで、今回は僕がガリガリを脱するまでのお話をさせていただいたんですけど、もし今同じようなことであなたが悩んでいるとしたら、僕は自信を持って言えるんですけども、体質は自分で変えることができます。ちゃんと正しい知識を持って正しい方法で努力をすれば必ず変えることができると思っています。ですので、今悩んでいる方もぜひ諦めずですね、トライしていただければと思いますし、僕の方で何かお手伝いできることがあればサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡いただければと思います。今後もこのような食や栄養に関する動画をアップしていきますので、ぜひですね、興味を持たれた方はこちらからチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。